したら元気になれるんだろう。お手伝いし、なんかお助けしたいけど、大阪めっちゃ雨降ってきた。そう、私久しぶりにね、昨日と一昨日の2日間だけちょっとだけね、大阪に用事で帰ってて、そう、その時にね、大阪久しぶりに見ました。てか、そう、私やっぱ話が全然、なんか久しぶりだからうまく話せなくなってるそう、なんか話したいことがね、いっぱいあったから。そう、あるんですよね。なんかね、まずね、今日の話なんですけど、そう、なんか今日私お昼から夕方くらいまで自主練に行ってて、そう、それでね、なんか今日帰りのタクシーがリノさんとヒーローちゃんと一緒だったんですよ。そう、それでなんか帰ってたら、まあ、リノさんとかともね、なんかたわいもない話をねしてて、したらね、なんか帰る時間が早くね、リノさんの方が早くて、まあ、喋ってる途中でバイバイみたいな感じになっちゃったんですよ。そしたらまだ話足りないからってなって、リノさんがね、今度ねご飯行こうってね誘ってくださって、今ちょうどね配信が始まった10秒後くらいにね、今 LINE の通知がねぶってきて、ナナちゃんいつご飯行けるって来たから嬉しい。そう、ご飯行けることになったんです。ななちゃん、お手紙届いたかな。そう、なんかね、お手紙がなんかマネージャーさんにね聞いたんですよ、早く読みたくて。そしたらなんかまだなんか渡せないみたいな、なんか時期的にもらえ、なんかねよく分かんなかったんですけど、届いたらねちゃんとね絶対に言うので。そう、まだなんか渡せないらしいです。なんか手元に6期生が。そうなの。だからね、絶対に見たら言いますね。ありがとうございます、お手紙送っていただいて。自分もお手紙書いてみようかな。あー、白い恋人さん、お久しぶりです。ありがとう、見に来てくれて。お手紙書いてください、ぜひ読みたい。そう、早く読みたいんですけどね、いつになったらもらえるんだろう。ララちゃん、明日お仕事の後に会議なの。小説可愛く頑張ってって言ってくれたら嬉しいいつものすごい、なんかお祭りのやつだ後ろのやつキラキラ。皆さん夏祭り行きました？てか福岡って9月1日からだったっけ、明後日から花火も上がるのかな。お祭りゆうながね一緒に行こうって言ってくれてるから一緒に行きたい。頑張ってって、お仕事頑張って、いますね、お仕事頑張ってね。 HKT 大好きさん頑張ってね。会議、課題は終わりました。聞いてください、課題は終わりました。無事課題を終わらせてテストを受けることができました。頑張って終わらせましたよ。でも
大丈夫、がーいけたいけた。えらい？褒めてください、えらいって。学生メンバーはね、夏休みが終わったからもうみんな課題を終わらせたはず。課題再提出とかになってないか。なってないよ。なってないですよ、大丈夫。だいぶ前にお手紙出したからそろそろ届いてるかなと思ったけど、まだなのね。そう、まだね、なんかもらえないらしい。なんでだろうね。早く読みたいからね、もうなんか早く読みたいから、そうやってコメントでね、届いたとかも聞いてくださるから、マネージャーさんにね聞きに行ったんですよ。そうしたらなんかまだもらえないっていうか、なんかどうなってるんだろうって、マネージャーさんも言ってたからわからないっぽい。なんか久しぶりにねこうやって話すと嬉しい。ごめんなさいって、ちょっとね、なんかまだそう、なんかいろいろねちょっと取り組んでることっていうか、ダンスもそうなんですけど、他にもねちょっといろいろ練習しなきゃいけなかったこととか、いろいろねちょっとあって、そうごめんなさい。いつぶり？いつぶりだっけ？一番最後におしゃべりできたのいつだっけな？もう忘れちゃったくらい、だいぶ前？いつだったんだろう？世界の夜以来？やばい、それはやばい。本当に久しぶりだ。会いたかったよ本当に。なんかね、なんかあの頃は結構頻繁に配信してたから、なんか今うまく話すというか心配なくらい、なんか言葉が詰まっちゃう。久しぶりにお話だから。浴衣似合ってますね、かわいい。ありがとう、ハッチーさん、ありがとうございます。前回の、あ、じゃあその時か、前回の配信の時にね、そう浴衣みたいな話があったからね、大阪から持ってきました。すごい、なんかギフトって変わるんですか、なんかその日によって選んでくださってるのか。すごい、なんかめっちゃ花火とか祭り系のやつだ。かわいい、めっちゃ星が飛んでるのかな、これ星の花火か。あ、花火を投げてくださってるのね、ありがとう。かわいい、金魚もいる。かわいい。そう、なんかね、私ね、そう、なんか生き物、そう以前もねお話ししたことあると思うんですけど、そう動物とかそういう水族館とかね、そういう動物園とか水族館とか、今なんか大きい花火打ち上がった。
何今の幻だった今なんかすごい夏祭りみたい。そう、それでね、動物とかなんか水族館とかそういうところが好きで、そうだからね、ちょっと寂しいからなんか生き物が欲しいっていうか、そうだからなんか金魚とかも可愛いなと思って、今金魚見て思い出した。花火タワー、何何花火タワーってどの方だ、ヒロナ、ヒロナウナトリドンさんかな、ありがとう、ヒロナウナトリドンさんありがとうございます。今クマの花火だった、めっちゃ可愛かったの筒にクマさんが入ってる、何それ、かわいい、ありがとうございます、そんなかわいいものもありがとう。本当だ、キツネだ、ティン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 じゃじゃじゃん、ありがとうございます本当にありがとう。もうね本当にありがとうございます、ひろなさん、ひろなさんひろなさんじゃないね、ごめんなさい、ひろなさん、うなとりどんさんありがとう。そう、あ、なんかキツネダンスね、癖になって覚え、なんか何回も YouTube で見てたら覚えちゃったんですよ。なんか祭りに行ったらいちご飴とか食べるんですけど、今年なんか祭りにちゃんと行けてないから、祭り行ったらいちご飴食べたい。なんか本当になんか花火とかなんか前流星だったけど花火になってる綺麗、ありがとう花火、今年花火見れてないから嬉しい。なんかありが、なんか皆さんがいつも見れてないものを叶えてくださる。だってね、流れ星も見たかった、流星か、流星も皆さんが見せてくださって、今花火も見せてくださってありがとうございます。ほらほら、星が上がってるやつのね、ありがとう。ありがとうございます。明日で8月終わりやん、そう明日で8月終わっちゃう、早すぎませんか。だって最近本当に1月1日お正月家族とおばあちゃんと過ごしたもん。だって早すぎる。だってもう9月入って、あともう3ヶ月で2023年か。早い、早すぎる。なんか最近18歳に、だってまだ3ヶ月前くらいに18歳になったばっかりなのに、なんかもうすぐ19歳になっちゃいそう、やだねえ。夏終わらないで。けどね、私ね、季節冬とかね、秋の方が好きなんですよね。そう、なんかすごい普通の花火も
なんか賑やかな、ここら辺花火上がってるから。ありがとう、いっぱい花火とかいっぱい投げてくださって。お名前お呼びしようと。落ちない。手こずってる。高山さんありがとうございます。なんだこれは、ロケットかな、何なんだろう。ひしみらこアットマーク愛家族さんもありがとうございます。けんいちくんもありがとうございます。クラゲの羽衣さんもありがとうございます。え、これ何なんだろう、みんなが星の花火なのかな。白い恋人さんもありがとうございます。ゆうなちゃんもありがとう。エアコンさんもありがとうございます。ゆうかけいさんありがとうございます。ひろたんさんありがとうございます。まさあきさんありがとうございます。おやさんありがとうございます。これ本当だ、みんな同じの。何なんだろうこれは。大くん負けずにピースさんありがとうございます。あ、これは星の花火のやつか。タカさん0925さん、うらら軍団さんありがとうございます。うらら軍団加入してくださってる。ヒロナアットマークナトリゾンさんありがとうございます。トールさんありがとうございます。タッチさんもありがとうございます。なんか今までと違う、見たことないものばっかりだ。なんかギフトみたいなの。グラハムアットマークアシェラさんありがとうございます。かわいいね金魚。僕なんか投げたっけ。投げてくださってましたよ。ありがとうございます。うららちゃんのうちは作ったけど劇場公演なかなか当選せ。作ってくださったんですか、ありがとうございます。ありがとう。じゃあもう、会える確率が高くなるように頑張って、早く公演いっぱい出れるように頑張ります。うちはね見たい、頑張らないと。皆さんにたくさん会えるように頑張ります。本当にそうそう、なんか話の応援してるよ、ありがとう。話の途中だった、そう今日のねお話の途中だった、リノさんとお話しした。そうあのね、そうリノさんがリノさんが本当にいい匂いがするんですよ。今日その一緒にタクシー乗ってた時にリノさん私ヒーローで乗ってたんですよ。もうリノさんがね乗ってきた瞬間もう本当にいい匂いすぎて、ヒーローと二人でやばいみたいな、めっちゃいい匂いみたいな言って、リノさんが本当みたいな。そう、リノさんのね、あのね、おっとりした喋り方めっちゃ好きなんですよね。ありがとうみたいな、本当に可愛い。そう、それでなんかダンスとかわからないことあったらいつでも LINE してねみたいな言ってくださった。みなちゃんが見とったら嫉妬しそう。あれ私怒られちゃうかな。
だから今度何の香水か聞きたい。そう、先輩方ね、本当にみんな優しいんですよ。本当になんかもう優しいとかのレベルじゃなくて、仏様なのってくらい先輩方が優しいんですよ。今日自主練終わってから、今日パジャドラあったじゃないですか。それでちょうど先輩方が始まる時くらいにちょうど帰って、自主練が終わって、そしたらなんかちょうど先輩方がバーっていらっしゃったから、お疲れ様ですとか言ったら、皆さんステージに上がる直前のところで、皆さんなんか先輩方が、あーみたいな、お疲れみたいな、皆さんそれを全員やってくださって、もうね、本当に落としてループしてる。もう一回リナさんの話になっちゃったからごめんなさい。話ね、順番がね、下手くそだ、ごめんなさい。話す順番が、そう、今日はピナちゃんとも会いました。ピノちゃんもね、行けたみたいな、公演の行けたみたいな聞いてくださって、なんかやばいですみたいな、立ち位置がちょっとみたいな感じで言ったら、本当になんか本当に頼ってほしいみたいな言ってくださって、 LINE してみたいな、一日一緒に付きっきりで練習するよみたいな感じで言ってくださって、そうなんです。なんか先輩方優しすぎて、そうそう、楽屋で会ったんですよ。明日仕事だからもう寝るね、また配信見に来るの、休み、おやすみなさい、いい夢見てください、明日もお仕事頑張ってね。危ない危ない、あれ今までどうやって私話してましたっけ。なんかうまく話せない、どうしよう、なんかごめんなさい、話が全然まとまってないですよね、やばい、しっかりしろ自分。あ、そうそうそう、思い出した思い出した、なんかその帰りね、ちょっと何回この話するんだってなるんですけど、そう、帰りその、まあ、リナさんとバイバイってなった後にヒーローと二人で、本当に今日自主練の時からお腹が空いてて、そうで、それでね、タクシーでずっと、私もヒーローも甘党なんですよ、めちゃくちゃ。だからもう一回ダイエットとか気にせずに、なんかスイパラとかでめっちゃ焼け食いしたいねみたいなとか、一日中甘いものお菓子とかいろいろ食べて過ごしたいねみたいな話をしてて、なんかまあチョコしか勝たんみたいな、なんかチョコとクッキーしか勝たんよねみたいな話をタクシーで2人で盛り上がってたんですよ。したらちょうどタクシーの運転手さんがね、なんかこれあげるよみたいな感じでガサガサって出して、はいって、私たちに紙袋みたいな、そのままサラピンのやつをね渡してくださって、クッキーをねくれたんですよ。なんかしかもちっちゃいのとかじゃなくて、だいぶ大きい細長いこんくらいのやつを2本、クッキーがわーって、レモン味と何だったっけな、アラムレーズンとレモンの2個を2種類くれて、そうでね、そう、それをいいんですかって言って、みたいな感じで、そうメールで書いたんですよ今日。それを
ヒロちゃんがラムレーズンで私がレモンいただいて、なんか福岡のタクシーの運転手さんってよくお話もうめっちゃしてくださるし、そうお菓子とかもねもらったの2回目なんですけど、1回目はね行きのタクシーの時にうまい棒なんかお疲れ様ですみたいな言ってくださって、なんかうまい棒くださって、今回はそうレモンのねクッキーをねそうくださってめっちゃ嬉しかった。でだからねタクシー降りた後もあのウキウキルンルンで、あなんか世の中って素晴らしいなって思って帰ってきました。なんか素敵素敵、なんかやなんてやろうな、思いやりがある世の中って素敵、思い、うん、素敵だなって思ってルンルンで歩いて帰ってた今日。しかもねその運転手さん本当に優しくて、なんかずっと私と ヒーロッチがそうめっちゃ食べ物の話しかしてなかったから、なんかあここの過ぎたところのパン屋さんめっちゃ人気ですよとか、ここもいつも混んでますみたいな感じの唐揚げ屋さん、西陣の唐揚げ屋さんだったかな、なんかマクドの近くにある唐揚げ屋さんもいいよみたいな感じで教えてくださったり、そう優しいしね、お菓子もくださるし、そういっぱい話してくださるから嬉しい。ね、なんかうまい棒もらった時の前もそうだったし今回もなんですけど、なんかああいうのああいうのっていうかすごい幸せな気持ちになる、あったかい気持ちになる、本当に嬉しかった。ライブライブタグの設定、ハッシュタグ浴衣で配信中に変えた。ライブタグってなんだろう、これかな、このテロップ、テロップは浴衣着ましたって書きました急いで浴衣着ましたって皆さんがコメントが来る前に書かないとと思って、夜勤中だからまた来る、ひろたんさん夜勤頑張ってね、お疲れ様です、ありがとう見に来てくれて、久しぶりに会えて嬉しかった。なんか一個この浴衣着たらなんかもう一個の白い方の浴衣もねいつか着たい、着れたらいいなって。でもなんかこれもそうだし、そのもう一個のね白い浴衣も中学校の時から着てるから、母と一緒にねまた来年は大人用っていうか着れるやつ買いに行きたいねって話してて、そうその時は何色にしよっかなって。なんか園さんがニコ生夏祭りで着てた白い浴衣が本当に可愛くて、そうああいうのもう私もね大人っぽくああいうの着たい。長持ちですね、そうだね長持ちしてるかも。いいよね浴衣って、なんかテンション上がる、いつも着ないから。そうニコ生ね夏祭りで思い出したんですけど、なんか一期生の先輩方にね、なんか質問を引いて一期生の先輩方が答えるみたいなのあったじゃないですか。そう、それでなんか大人メンバーどう思ってるみたいな感じのコーナーだがあったじゃないですか。でその中の一つで私の、質問がね採用していただいて、なんかアイドルにとってね一番大切なことは何ですかって質問をね先輩方に聞いてみたいなと思って聞いたんですけど、なんか皆さんにもねお聞きしたくて、そうなんかアイドルにとって一番大切なことって何だと皆さんは思いますか？なんかお勉強したいなと思って、そう皆さんからもぜひ何かこれみたいな、アイドルと言ったらこれでしょみたいなのあったら
書いてください。お願いします。あ、なんか質問コーナーやりたい。これ以外にもなんか皆さんのこと知れるような質問コーナーやろうかな。笑顔、愛嬌、あーやばそうなんだ。愛嬌、笑顔、やっぱみんな笑顔とか愛嬌か。うんうん、ユーナいる？嘘、見つけられない。ユーナいますか？ユーナー、祭り一緒に行こうね。見て、浴衣着たんだよ今日。ユーナまだいるかな。すごい、皆さんどこでどう分かってるんですか、ユーナいるって。笑顔ってコメントしてる。嘘、そう、え、誰、分かった、本当だ、川島ユーナ笑顔って、川島ユーナ笑顔っていう書いてた。ユーナー、ユナがユナユナどこにおるとって、川島ユナ。ユナ、ユナ会いたいよ。今ここに召喚してほしい。ユナ、壇上に上がりタイムって書いてる。面白い、もう本当にユーナは面白い、大好きすぎます、本当に。そう、今日実践にね、ちょうどヒーロとサーヤちゃんと私とイクノちゃんとレイヤちゃん5人でね、たまたま、まあ、そこにリノさんもいらっしゃって、そう、その6人でねやったんですけど、なんかみんなでね、どういう系統の曲したいみたいな話になって、なんかレイヤちゃんとかヒーローと私はなんか結構可愛い系の曲したいねみたいな感じになって、なんか例えばなんかレイヤちゃんとヒーローちゃんと私の中で一致したやりたい曲はなんかワルキーとか、あとはジッパーとかやりたいってなって、そう、ジッパーをね、3人でこうやってね、振りを覚えてるから今日合わせて踊ってたんですけどね、みんなで感動してね、おおって言ってました、嬉しくて、なんか形になってたの。だからいつかで一緒にね、できたらいいねって話してて、みんなでね、こうやってね、ジッパーのこうやってね、服脱ぐ真似して。そう、ジッパーやってみたい。つけて、てててててて、みくりんさんとそのさんとひなたさんやってましたね。本当にかわいい、かわいかった。
ザ、なんだろうな、なんかザ・ふわふわみたいな曲結構好きです私。そう、なんかね、やっぱりそうそう、周年で、そうそうそうなんですよ。そう、なかなかやる機会はないんですけど、やれたらいいねって今日3人で話してました。で、盛り上がってた。え、そう、そのね、話してて天使の尻尾を、そう、私めっちゃやってみたくて、この衣装めっちゃ怖くないですか、こうやってね、こうやってやってて尻尾ついてて、そう、ああいう感じの曲めっちゃ好き。なんか衣装とかもああいう感じのやつめっちゃ好きです。とか、あのジッパーの衣装とかも、そう、尻尾つけてみたい。ユナイナとウララちゃんでユニットするなら何がしたい？なんだろう、何が似合いますか？何、なんだろうな、なんだろう、似合いそうなやつ教えてください。オンラインで一旦天使の尻尾やってもろって、あ、じゃあその時にやりますね。あ、じゃあついでにジッパーも。天使の尻尾ね、あの衣装がね、本当に最強。狼とプライド、狼とプライドいっぱいだ。あの、やってみたい、ユーナとやってみたいかも、それ。いいね、のぐちゃんさん。え、いいんですかって、ぜひぜひぜひ、じゃあお話し会とかでやらせてください。踊らせてください。うららちゃんと結婚したら毎日が幸せだな。いえ、ありがとうございます。もうね、そんなん言われたらもうお料理とか頑張っちゃう。いっぱい、のぐちゃん、ちゃんさんに戻った。ごめん、のぐちゃん、のぐちゃんだよね。今さんなんかつけてなかった、聞き間違い、聞き間違い、のぐちゃんだよ。オンラインジッパー会の券買ってくる。じゃあぜひオンラインでお話した時にジッパーとか踊らせてください。本当にね、皆さんに見てほしかった、今日ヒーローとレアちゃんとね、ジッパー踊ってたの。形にはなってました。全然みくりんさんとかひなたさんとかね、そのさんに及ばないんですけど、形だけ。レアちゃんが真ん中でこうやってやってて、私とヒーローでこうやってやってて、湧いちゃったから、うららちゃんのメール取っちゃおう。え、
のぐちゃん、ありがとうございます。ぜひぜひ、やった、お話できる回数が増えたね。ショールームだけじゃなくて、今度動画に撮ってツイッターに載せるとか。そう、なんかね、 SNS が6期生もツイッターとかインスタとかねできるようになった時用にね、今ねいっぱい動画とか撮ってる。だからね、いくのちゃんの動画とかはね今日も撮ったんですけど、あの撮ったからいつかねお見せしたい。いくのちゃんが踊ってる動画はね今日撮ってたんですけど、ジッパーは撮ってなかった。じゃあ今度ね、ヒーロとレアちゃんにもう一回頼んで踊ってるの撮ろうかな、ジッパー。そうなんです、いくのちゃんにね今日お菓子もらったんですよ。チョコ3つ、そうチョコ3つもらった。だからね、私もねたまたまチョコ持ってたから交換こしました。なんかそうそう、もっといっぱい、もっと初期の頃、入りたての頃の動画とかもねいっぱい撮っとけばよかったと思って、皆さんにお見せできるように。うん、ちょっとそこが悔しいっていうか、もっと撮ってお見せしたかったっていう場面がねいっぱいあったから、なんか6期生の面白いところみたいな。だからこれからはいっぱい撮ろうと思ってね、今日も撮った。そう、今からたくさん撮ろうね。そうそう、今からたくさん撮る。うららちゃんはじめまして、同じ高3として尊敬してます。しおひなたんおじさん、高3同じなんですか。お勉強大変ですよね。一緒に頑張りましょう。高三。もう尊敬とか言ってくださってありがとうございます。そう、この前ね、あのレイヤちゃんが本当に前々から。吉塚のうなぎ屋さんをのタレが甘いみたいな、九州はなんか醤油が甘いからタレ甘いよみたいな感じでずっと言ってて、でなんかめっちゃ美味しいみたいな聞いてたからめっちゃ行きたくて、この前父がね福岡に遊びに来てくれたから一緒に行きたいって言って一緒に父とね行ったんですけど、めっちゃ美味しかった。そう、でもね、なんか私甘党だから、甘いのが大好きだからかわかんないんですけど、あんまり甘いって感じなかった。別に醤油は、そしてね今日レアちゃんに会ったから、そうレアちゃんにね今日言ったんですよ、なんかあんまり甘くなかったよみたいな。そう、めっちゃでも美味しかったみたいな感じで喋ってて、じゃあ本当みたいな、めっちゃ甘かったけどみたいな感じで言ってて、そうなんか、そう私的にはね、そうあんまり甘いって感じなかった。甘いのが好きすぎるからかな、なんでなんだろう。九州の醤油は甘めだね。いや甘いんだやっぱり。まあ甘いの大好きだから嬉しい。だからね、本当に今日は盛り上がりました。タクシーの中でヒーローと二人で甘いもの大好き組で、念願かなってよかったね。そう、父が連れてってくれて感謝です。今度はお母さんと妹も一緒に行けるといいです。そう、そのメールにも書いたんですけど、そう美味しくて、母とね妹にもね食べさせて、一緒に
次は家族4人で行けたらいいなって思いました。なんか景色、なんかハウステンボスでそのチューリップ畑を見た時も私前話したんですけど感動して、なんか本当に綺麗な景色とか美味しい食べ物とか見たら家族に共有したくなっちゃいます。なんかこの景色を見せてあげたいっていうかね、一緒に来れて見れてたらいいんですけど見れない時とか。そうだからうなぎ屋さんはさ、絶対にお母さんと妹もね連れてって一緒にね美味しいもの食べたい。妹もうなぎ大好きだからね。9月リアルお話し会参加します。ハッシーさんありがとう。じゃあ会える。髪飾りかわいい、見せて髪飾り。これもね本当にね中学校とかいつから使ってるんだろう、だいぶ昔から使ってる、中学校かな多分。紫と白のやつ。会えるよね、会えるね、楽しみにしてます。9月も、あ、間違えた、自分も9月おしゃべり会撮ったよ。一郎さんありがとうございます。嬉しいね、なんかこうやってね、そうお話、今までこうやってショールームとかでねお話ししてる方と話せるのが嬉しい。直接会ったりとか、オンラインもねお顔見てちゃんと一対一で喋るのとか。もう50分、早い。劇場でも、劇場でも早く会いたいなね、のぶちゃん頑張ります。もう皆さんにたくさん会えるようにね、ダンスが上手くならないと頑張ります。早いね。じゃあ先にね、こっちこれありがとうございます。たかさん0925さんとたけたけアットマークライナ軍団さんありがとうございます。推薦コメント、今日はね動物いっぱい描いたパンダと、ねうさぎと、これは猫と、これはモッピちゃんっていう私の家で飼ってるワンちゃん、トイプードルの描いたとハート、ありがとうございます。じゃあランキングを読もうかな。星の花火がいっぱい上がった。ありがとうございます。トールさん、白い恋人さん、パタパタさんありがとうございます。ハッシーさんもありがとうございます。ジュンジュンさんも星の花火ありがとうございます。あ、いっぱい、ジュンジュンさんいっぱい投げてくださってる。ぬくみさんもありがとうございます。しもっちゃんさんもありがとうございます。山崎パンさんありがとうございます。やばい、パン食べたくなってきた。小山さんありがとうございます。葵ちゃんもありがとう。カニかなこれは。フランさんありがとうございます。かわいいってやつだ。杉太郎さん、金魚ありがとうございます。ランキング、動物の種類分かるレベルの画力、え、分かりました。じゃん。でも私が描ける、自分が描けるなって思う動物しか描いてないけど、ここにウサギ、パンダ、トイプードル、猫、
結構よく描く、描くの得意な方の動物。バッチリ？バッチリ。ありがとうございます。じゃあランキング読むね。13位おやさん、ありがとう。12位みうら、星マークアットマーク HLF さん、いつもありがとうございます。11位ゆうたいさん、ありがとうございます。10位トールさん、ありがとうございます、いつもいつも。9位じゅんじゅんさん、ありがとうございます。8位白い恋人さん、ありがとう。7位たか0925アットマークうらら軍団さん、ありがとうございます。ありがとう、この推薦コメントも。6位小山さん、ありがとうございます。5位グラハムアットマークアシュラーさん、ありがとうございます。4位ケンイチくん、松本うらら楽しさん、ありがとうございます。ありがとう、なんかアイコンも私のやつだ、ありがとうね、本当にいつも。クラゲの羽衣さん4位、あ3位か、ありがとうございます。2位さとっちさん、ありがとうございます。1位ひろなアットマークうなとり丼さん、ありがとうございます。あ、聞いてください、1位のひろなアットマークうなとり丼さんにねプレゼントあるんですよ、見て、金メダル作ったの。見てください、私ね金メダル作りました。今日熊のタワーだったっけ、熊の、熊の、ありがとうございます。だからこれね、少々じゃーんじゃーんじゃじゃーんじゃーんじゃ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 んじゃんじゃーんじゃ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 んじゃんじゃーんじゃーん、かけたよ、ほら見て。そう、金メダルヒロのアットマークのトリゾンさんに。なんか作りたくなって作りました。画面から飛び出したらいいのにね、ね、画面から飛び出してこうやってかけれたらいいのに。おめでとうございます。なんか今なんかこの金メダル見たら、あのかじりたくなった。なんかあるよね、金メダルかじるみたいな。そう、結構ね、結構デカめの金メダル。ありがとうございます。ありがとう、今日も見てくださって。あと4分、それはあかん、だね。それはダメか。ぜひね、あのハートピンクにしてフォローしてくれたら嬉しいな、嬉しいです。ぜひフォローお願いします。なんか今日うまく喋れてましたか、なんか久しぶりだったから。なんか話せなかった、うまく。金メダル、最後に浴衣でキャッチフレーズも、キャッチフレーズしますね。本当だ、キャッチフレーズします。いきまーす、いくね。はい、なあなあ、私の方好きになってくれへん、うん、あ、名前覚えててほしいな。いくよ、歌って、ラララ、星はキララ、松本ララ。ありがとうございます。あなたのお好みになりたい、大阪出身、高校3年生、18歳のうららこと松本うららです。よろしくお願いします。じゃない、間違えた、ありがとうございました。早くね、本当に早く皆さんにいっぱい直接会えるように頑張ります。公演アンダーデビューね、キャッチフレーズもね、公演でね、早くこれできたらいいなって。
い、マンボウミューさん、うららーってなってね、ありがとうございます。今日も見ていただいて、久しぶりだったから、久しぶりに会えて、もう本当に皆さんが思ってる10倍は嬉しいって思ってますよ。伝わってるかな久々に話して嬉しい。今のところウラちゃんの配信多分みんな、え、あ、今のところウラちゃんの配信多分解禁症な気する。え、絶対解禁症ですよ、タカさん皆さん結構ね解禁症取ってくださって、あ、だからもう皆さんみんなが金メダルだ、解禁症だもん。だってなんか次症状作ってこようかな、解禁症の解禁症の症状作ったら受け取ってくれますか皆さんに8月中にね浴衣見せれてよかった。あとはかなってないのはたこ焼き配信か。たこ焼き配信したい。早くうららにお手紙届きますように。ケンイチくんもう届いたらすぐに言いますありがとう、本当に送ってくださって。早く読みたい。あと1分だ、やばい。ありがとうございました。またね、バイバイ。ゆっくり休んでくださいね。また明日、明日は一日頑張ろうね。バイバイ、またね。みんなおやすみなさい。バイバイ、またね。バイバイ。